こんにちは、吉田さん。ビジネスってのはマーケットの大きさってのが結構大事だったりするんですけども、昔のことをねちょっと想像してみたんですよ。昔200年ぐらい前は農家だったお宅が結構多かったと思うんですよね。農家をやってると、例えば大きな畑とか田んぼとかをやってますよね。で、畑や田んぼで出た収穫物を誰かに売らないといけないんですけども、売るときにね、近所の方に売るっていうことだけでやっていくと、近所の方も農家をやってる可能性が高いわけじゃないですか。仮にやってないとしても、近所の人が何千人も何万人もいるような時代じゃないですから、収穫物を売り歩くにしてももう限界があるわけですよね。そうなると収穫物は残るし、十分売れないからお金も集まらないしということで不都合になっちゃうんですよ。ですんで道路が整備されたりとかね、行商人とか行ってそういった作物を買い取ってどっかに売り歩く人が出てきたりとかしたはずなんですよ。あと農家の方が直接自分で得た収穫物を売りに行くってこともあったと思うんですよね。でも雪に閉ざされたり、体力がちょっとなかなかなかったり、いろんな家の事情で遠くまで出かけられなかったりっていうふうなことがあって、収入と在庫削減に限界があったんじゃないかなと思うんですよ。ですのでやっぱり委託して誰かに代わりに売りに行ってもらうみたいなことがあったのかなと。で、お金のある農家は自分たちでね、車を買ったりとか、輸送手段をなんか馬とかに委ねたりとか、いろいろあったのかもしれませんけども、そういう時代からですね進んで、物流が豊かになると、確かに自分のところの収穫物は遠くに売れるようになったんだけど、でもどっかの誰かさんも同じようなことができるんで、今度ね、遠くに物を売りに行くチャンスっていうのは、遠くからでも自分の商圏をこう荒らされるというね、そういったリスクもはらんでいたんだろうなと思うんですよ。ですんで、いろんな技術開発とか品質改善とかで差別化を図っていくみたいなことがあったんですよね、きっとね。で、時間が進んで今、確かに、農作物を売ってるのとは私たちはちょっと違いますけども、自分たちのウェブという畑でね、さまざまな創作物を作って、農作物ではなくて創作物を作って、でそれを情報という形で販売してるわけですよ。その時すでに物流コストはかからないという、そんな時代になりましたよね。それ証券もマーケットも近所に限らず、世界、極端に言ったらね、主には国内だけども、でも基本的には世界中に発信できるものになりました。そういう時代ですよね。いや、このマーケットに挑戦せずに、やっぱりね、引き続き今手の届く範囲の小さな、物理的に数キロメートル範囲のお客さんを相手にするのか、当然行き詰まりってのはどっちが早いかってことは明白だと思いますし、吉田さんがね、なんか海外の方に商品売ってるように、私も海外の方に、あ、売れてるんだなっていうことと、こうやって日本語で放送してるってことは、海外に散らばっていった日本人の方が検索して日本語を拾ってくれるなっていうところもあって、実際ね、オーストラリアやニューヨークのお客さんっていうかね、私の塾生さんっていうのは、私の日本語を聞くのが楽しみだということらしいんですよね。ですんで、もう通常は無料放送を聞いていたんだけども、ある時ね、私が3ヶ月間放送は有料にしますよと、無料放送は3ヶ月間やりませんよっていうふうなきっかけを、どっかでね、2018年だったかな、放送した時に、3ヶ月間聞けなくなるのは寂しいんで、速稼塾に入りますと、そして引き続き放送を聞かせてもらいますみたいな感じでね、そんなね、メールも来て嬉しいなってところがあったり、あとアメリカではね、8つの州からお問い合わせがあって、入塾してもらったんですけども、海外から決済をね、ペイパルでしてくださったりとか、あとはね、送金してくださったりとかありましたね。だから麻雀店とどうしても比較してしまうんですよ。私の最後の
店舗ビジネス麻雀店とどうしても比較してしまうんですけども、麻雀店をやっていた時にはどんなに集客しても本当に広島市の一角だけだったんですね。広島県全域にまでお客さんを伸ばせなかった、そんな狭い範囲だったんですよ。そして仮にですね、そこにインターネットを組み合わせてもインターネットで集客できる範囲は限られてますんで、北海道や沖縄にいくら、ファンの方がいらっしゃってもどうしようもなかったですよね。いや、改めて考えてみたら本当当たり前のことをね、ここまで時間をかけて話させてもらいましたけども、日々それに感動してるなというところですね。だからこれからもね、この YouTube ってもので一つ媒体ができたってことは本当心強いなと思います。まあ、YouTube はオワコンだとかね言う人もいます。それはあくまでも YouTube を使いこなせていなければオワコンでしょうけども、じゃあこれから先誰一人 YouTube で自分の媒体を開拓することができないのか、もう有名 YouTuber さんしかこの業界には残らないのか、そんなことはないですからね。やっぱりラジオっていうものも未だに存在してるし、テレビの深夜枠っていうのも未だに埋まってますしね。結局はインターネットも、少数だけども選んでいただいている、選ばせるっていうところが、まあ、生き残り方になるんではないかなと思いますね。最近ね、だから吉野さんね、私ねシャドーボクシングの動画を見るんですよ。シャドーボクシングの動画っていうのでも高校生のシャドーボクシングとか女性のシャドーボクシングとかね、であと50代のシャドーボクシングとか初心者のシャドーボクシングとか運動不足ダイエットしてないシャドーボクシングとか様々なのがあるんですよね。でも再生数そこそこ回ってるんですよ、数千とか数万とかね。いや確かに私みたいなのが見てるかもしれない。50前にしてシャドーボクシング一人で黙々やってる人がね、他の人はシャドーボクシングどうやってんのかなって見るかもしれないですね。実際私見てますからね。そして私もシャドーボクシングやってるところそろそろね動画に上げていこうと思うんですよ。それこそ通常は2分とか3分とかやった方がかっこいいんでしょうけども、とてもそこまで持たないんで、まあ、せいぜい30秒ぐらいですかね。できて1分30秒ですね。30秒のシャドーボクシングちょっと今度上げていこうと思います。じゃあ今日も行ってみましょう。いってらっしゃい。